うるうるしてるんですよ。なんでですか？そう、なんかね、この間ね、1週間ぐらい前に風邪、熱出してさ、ライブとかもお休みさせてもらったんですけど、それあれ風邪だったんですよ。ただの風邪だったんですよそんな、え、マジで本当にただの風邪だったんですよ。なんですけど、治らなくて風邪が全然で、今日もずっと鼻水がズル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 、鼻がズル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 なってて、それで多分鼻噛みすぎて目がうるうるしてる。関係ある？え、関係あるよね、多分。ない？こんばんは。なんか目がね、うるうるしてるんだよね。けどまあいいんですよ。かわいいでしょ。かわいいでしょえ、そうですか。確かに今日は髪ストレートは、ライブの時はさ、踊ってる時とかにこう邪魔になるんだよね。こうやってバー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 ってなって、だからあんま下ろさないんですけど、今日はライブでもなんでもないので、おろしおみずきです。ってことでチキチャ楽しみにしてます。皆さん10時半から尾上さんとのチェキチャが始まりますよ。皆さん来てくれますか？わー、ありがとうありがとう、嬉しいよ。10時から成立っていうか販売みたいな感じなんですけど、風邪、知恵熱じゃないわ、風邪やわ。知恵熱って何？知恵熱出すほど何も考えとらん。腕のしくりは、なんかちょっと昨日より良くなった気がしてるんだよね。でもまだ見えるでしょ、ほら出てんのよ。あーおーい、なんだこれは。でも全然見えるね、こう見ると普通に見えちゃうわ。普通に見えるけど、まあでもなんか昨日よりはちょっと良くなってる気はするんやけどね。なんやろうね、気のせいですか？良くなってる気がするんですけど、気のせいでしょうか？この野郎痛いんだよ。しかも痛いんですよ。アイドル王ありがとう、ハイキーさんありがとう。ねえ、長引いちゃってるから、もうそろそろ、なんかもうそろそろね、ほんと治ってくれんと困ります。私もいつまで風邪ひいてんだよって感じですかね。ラクラクにめめめ様ありがとう。アイドル王、はい、アイドル王は私だライブでもやってほしい、本当。なんかさ、寒くなってきたらいいかな。もうちょっとなんか気温が落ちてくれんとさ、じゃない？だってもう髪ペタってなるよ、汗で。こんばんは。リップの色、あ、カチナ、あ、嬉しい嬉しい。リップ変えたの分かった。今日はこれですけどね。最近ちょっと使ってなかったけん、これ。お、光飛びすぎやろ。全然光が飛びすぎて何も見えないですけど、これです、これです。あ、これリップ自体が白いけん飛んじゃうのか。みずきかわいい。髪伸びましたね。髪伸びました。は、そうですね、22時になったら予約がスタートするので、皆さん22時になったら予約すぐ行ってくださいよ。10枠しかないですからね、皆さん。今日10時半からの お話会チェキ会は10枠しかありません。皆さん10枠を絶対に取ってください。10人限定、10人じゃなくてもいいよ。1人3枠買ってもいいんだよ。早いもの勝ちやけん。みずき大好き、オレンジ担当の方。あ、そうです、コーラルオレンジ担当しております、尾上みずきです。今長崎です。もうでもすぐ帰っちゃうんやけど。皮下脂肪、そう、皮下脂肪がなんか分からんけどね、目立ってるよ、しこりが。ぶつけて、え、どういうこと？ハイキーさんありがとう、わかる。ね、見て、ちょっとさ、この小指さっきやけどしちゃってさ、痛いんですよ。痛いんだけど、小指がもう、どうしよう、痛いとこばっかで。ベリントさんもありがとう、アイドル王。
アイドル王です。名古屋いつ、え、名古屋、何名古屋、名古屋って何、名古屋なんか出てた、出てました、名古屋の名古屋のやつ出てた、あれ出てたよね、あ出てたよね多分、あれ出てない、出てた、こんあるなんか電波悪いっちゃけど、え電波悪い、大丈夫ですか、大丈夫でっか、えマジで電波悪くない、水木なんかみたいね、そうでしょう、伸ばしてるのよね実は髪は、ヘアアレンジいろいろしたいけど伸ばそうと思って今伸ばし中、電波悪いですね、なんでですかね、そう経過観察中なの、メンバーみんな喉で当たれてね、そうなのよ、私が復帰しそう、完全復帰しそう、復活しそうっていう時にまた次のメンバーがっていう感じで、やばーやばいやばい、本当にすべき身やられている、アリスなんて、アリスなんてね、3回ぐらいぶり返してて、私がライブ休む前に最初発熱したのがアリスで、アリス、お水木、アリスで、またアリスなんか体調また熱ぶり返してるって言ってたから、もう大変ですよアリスさん他のメンバーもね、ミアンとかもずっとコンコンしてるし、ミユちゃんも喉結構前枯れてたし、大変なのよね、大の大の大の大好き、ありがとう、大の大の大好きだって、かわいいでしょこれ、リップの色何色を愛用してる、私ね明るいピンクなんですよ、結構明るいよ、ほんと蛍光系の明るい、ほらめっちゃ明るくないですか、だから薄く塗ってパパパパパーってやってる、パパパパパーって、え前回即完売ですので、え全然え即完売してました、じゃあぜひとも今回も即完売しますように、あもう10時超えてるから予約取れるかも、みんな急げー急げー、お水木と10枠、お水木の10枠をぜひ皆さん埋めてください、あれうちのお母の携帯スマホがここにあるぞ、うちのお母さんスマホを置いてどこに行った、はっ、あちょっと待って、うちのお母さんのスマホがここにあるんですけど、びっくりです、今ちょっと画面を開いてみたんですけど通知が来てる、29分前ショールーム生配信中、岸田みやび、おーい、お水木の通知はないんかーい、おかーん、ちょっとお母さんの携帯、お母さんの聞いてるんですけど、お水木の通知来てないっちゃけど、なんで岸田みやびさんの通知は来てんのに私の通知は来てないんですかね、はあ、通知オフですか、私娘の配信通知オフですか、でそうそう、私はね今からチェキチャをやる前にみんなに髪型何しようっていう相談で配信してるんですよ、どうしましょう、何がいいと思う、抽選率福山さん見たいじゃん、私も普通のオレンジで違うもんね、いや全然普通のオレンジでいいんですよ、なんかかっこつけてコーラルオレンジって知ってるんですけど、かっこつけてるだけなんです、コーラルオレンジなんておしゃれに言ってるだけで、ナナさんから割り振られたあの色はオレンジですそれは勝手にお水木がコーラルオレンジって言い出しただけで、ナナさんからはお水木はオレンジって言われてるんでオレンジでいいんですよすいません、なんかそんなこだわってくれると思わんかった、みんな、まあ、大体みんななんか適当なオレンジの方が多い、そんなコーラルオレンジなんてないですもん、洋服ないよないよ、マイファーと公式ライバルです、え公式ライバル、公式ライバル、また来ます、また来てね、鼻ズルズルしてるでしょ、困っちゃう困っちゃう、もうね Wi-Fi 切ってみた、 Wi-Fi 切ってみたらいい感じ、アリさんありがとう、お星様キラキラ、お星様ありがとう、アリさん
体調が顔に出るタイプですよね。本当ですか？出てますか？え、出てます？恥ずかしい。おあずき忘れてる。うちのあ、ちょっと待って。おかん、まさかフォローしてないってこと？私のこと。なんだって。なんだってなんだってなんだって。こんばんは。コーラルおみちゃんアドリブなんで、はい、とってもアドリブです。コーラルアドリブで勝手にかっこよくない？コーラルオレンジ一枚はたまたま持ってました。たまたま持ってるのすごい。私が言い出しただけなんですよ。あれはかわいい。あ、こんにちは。トミーさんもエメラルドグリーンだけどかっこいい。エメラルドグリーン、エクテモバイルならいくつかって回してる。そう、あの通あなんだっけ、無制限やけんいくら使ってもいいんですけど。顔がぎっそりしてる時は体調が良くないんだなと思います。え、マジで？私今ぎっそりしてる。まさか、まっさりまっさりまっさりぎっそり。え、ぎっそりしてる？ぎっそりお水着ってことですか？実は体重がめっちゃ減ってました。確かに全然自覚なく体重がリンゴ3つ分ぐらいになってました。それは言い過ぎ。ホラスのみちゃんにアクアタがバレちゃうから。え、ち、そんなことないと思うけどね。毎回配信キョルって言ったけどね。なんでフォローしてないんだお母さん。どういう曲？え、曲？曲？あ、すべき身ですか？きっとこれから始まる物語っていう歌です。虹が運んで世界を変えるからっていう歌です。あ、そうですね、あの早く髪型決めて、あの準備しないといけないんで、ふざけてる場合じゃなかった。で、今日の髪どうしようかな。まあお楽しみっていうことでいいかな。お楽しみってことにするか。何にしようかな。本当はね、で本当はね、皆さん聞いてくださいよ。あの私ライブで、29歳なんですけど、そう24歳なんですね。24歳なんですよ。なのでライブ中にあんまりこうおリボンとかリボンとかツインテールとかを避けてきてるんですけど、でもチキチャなら許されるのではないかと思って、二人きりの秘密ってことで10人限定。わかる意味。なんか配信とかやったら、配信じゃない、あのオンラインやし、オンラインのチキチャイ喧嘩、あのちょっと調子乗ってもいいかなっていう。ダメですか？ちょっとツインテールとかしたいんですよ。私も年下ぶって、年下ぶってっていうかさ、可愛い子ぶってさ、こうツインテールとかやってみたくて。ちょっとやっていいですか？ダメですか？ダメですか？ダメなわけないやろうけどさ。え、なんかツインテールこうやってさ、あのハーフツインとかしたいの。ハーフねじりハーフツインとか可愛いんじゃない？こうやって。よっしゃ、今からちょっと準備するけん、皆さん。じゃあ絶対チェックじゃない、絶対ゲットしてください。10枠絶対ですよ、絶対ですよ、絶対ですよ。絶対会いに来てください。10時半から待ってます。私の可愛いツインを。え、でもさ、え、マジツイン、下のツインでもよくない？ダメ？ちょっとさすがに24はきついかな。え、でもさ、やってみたいよ。私も可愛いツインテールとかさ、ハーフツインとかさ、やりたいじゃん。ってことで皆さん、お楽しみに。に。じゃあ、ランキングを見まーす。第13位、ピンク神野さん、ありがとう。神野さん、第12位、ブリントさん、ありがとうございまーす。第11位、コシヒカリさん、ありがとうございまーす。第10位、カズスマイルさん、ありがとうございまーす。第9位、イケちゃん、ありがとうございます。第8位、セタンカさん、ありがとうございます。第7位、ハイキンさん、ありがとうございます。第6
6位糸井さんありがとうございます。第5位エビ様さんありがとうございます。第4位ふみさんありがとうございます。第3位大輔さんありがとうございます。第2位おんぴそさんありがとうございます。ありがとうおんぴそさん。そして第1位はおーりんさんありがとうございます。ありがとうおーりんさん第1位でした。ということで皆さん今からチェキチャですけど、お家での参加なのでちょっとお家にあるものをいっぱい使って楽しみたいっていう気持ちはあるんですけど、そんな短時間でできるんですかね、2分間で。あ、でも気づいたんですよ、チェキチャって写真ワンショットを写真を撮ってサイン書いて送るんですけど、待てよと、サインと写真は後から送れるらしいんですよ。見たいですか、私が撮ってるところ。見たくないよね別に。見たいですか、見たい人は今撮ってって言ってくださいね。でも見らんでいいや、後で送ってっていう人はちょっと2分間でみっちりお話ししたい、2分間しっかりって思って。そんな長くないけんさ、2時間じゃね2分間いっぱい喋って後で写真とサインはそう送ろうかなっていう作戦を練っておりますんで、皆さんでは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 30分がやばい、髪可愛くせんといけんけん。じゃあね皆さん、すごい短時間だったんですけど、 あの見に来てくださってありがとうございました。では10時半からお会いしましょう。バイバーイ。